はい、こんにちは、ポップです。エフェクチャンネル、10月3日日曜日。今回は週末スペシャル第2弾ということで、新興国通貨3ペア3通貨とゴールド相場金相場について解説をしていきます。順番はいつも通り新興国通貨のメキシコペソ園から始めまして、南アフリカランド園、トルコリラ園、 そして最後にゴールド相場金相場について解説をしていきますので、よろしければ最後までご視聴ください。それではね、早速新興国通貨のメキシコペソ円のお話からね、していきたいと思いますが、右側のチャートは1時間足の平均足のチャートとなっておりまして、時間軸は約1週間ですね。そして左側のチャートは日足チャートを準備しておりまして、こちらは約半年間の時間軸のチャートとなっております。 まず右側の1時間足のチャートを見ていただきますと、今週1週間は、スタートはね、今週じゃないですね、先週ですね。先週1週間は5.5円の上側からスタートした形でございますが、先進国通貨が株式の下落とともに大きくね円高方向に進んだところも受けまして、 この新興国通貨であります、ペソの方も、移動平均線及び5.5円をね、割り込んでしまいますと、反発してもね、移動平均線24、この黄色のラインでございますが、ここのあたりでレジスタンスを1回、2回とらいながら、ロングポイントであります5.4円を割り込む自体が、一旦はね、この木曜日から金曜日にかけて、訪れたというところでございます。なんとかね、金曜日の終わりに関しましては、 この5.4円と移動平均線 24, 24をですね、上回った形で終わりましたが、まだね、下落トレンドが終わったかどうかという判断はつきませんが、新興国通貨の方は、やはり全体の相場感が悪いところ、株式相場が下がって円高方向に向いているときにですね、まあ、レバレッジを抑えてロングを取るというところでは、引き続きね、5.4円、ここに注目をしていただきたいというところでございます。 最終的にはね、5.4円を反発しておりましたので、一旦はね、この冷やしチャートも見ていただいてもお分かりの通り、5.4円の下側で下髭をつけて反発している。 今までもね、5.4円というのは、前回も反発しておりますし、その前はね、5.3円ぐらいまで下がってしまいましたが、その前には、このレンジ相場がね、長いこと続いておりましたが、5.4円でガッチリとサポートを受けているということで、まあ、引き続きね、この5.4円のサポートの厚さというのがね、まあ証明できたからというところでございます。 よってですね、引き続き、このペソに関しましては、全体の相場感が悪いところですね、円高に向いたところでロングを取っていく。具体的な数字に関しては、やはりこの5.4円と、そして5.3円というところが、今年のね、この6月ぐらいでございますかね。ここで1回サポートが入っておりますが、その前の1、3月ですね、 今年の1月3月見ていただきますと、ちょうどこの赤いレンジということで、5.0円から5.3円ですね。こういったレンジをうろうろしていた状況がありまして、そのレンジの上限、レジスタンスラインが5.3円ということで、4月以降はね、このレジスタンスラインがサポートラインに明確に入れ替わってね、レンジの方が5.3から5.6に切り替わったというところでございます。よってですね、引き続き、今後もね、この5.3円から5.6円、 この緑色の太い実践にね、サポート、レジスタンスがあるかなと思いますが、まあ、その下部分のね、0.1円刻みの5.4円。ここで、まず低レバレッジでロングを組むことは悪くないかなと。そして、5.3円になったとしましても、追加でね、ロングできるぐらいのロット数ね、証拠金維持率をキープして低レバレッジでロングを続けていく。よって、今の5.4を超えたところでは様子見をしつつですね、 また状況が悪いところが起これば、5.4円付近まで下がることがあれば、ロングを取りつつ、このね、5.5円から5.6円の間まで戻ってきたところで、利益確定。ここでキャピタルゲインを得るとともに、 保有期間に対してスワップ金利がつきますので、そういったインカム原因はあくまでおまけとして受け取る。こういうようなスタンスで臨んでいくことが新興国通貨は大事かなと思いますので、あくまでもね、空中戦でロングショートを取るというところではなくて、大きく下がったところで拾っていく。これもね、いつまで使えるかと言いますと、 実際にテーパリングが終了してきますと、新興国通貨からは資金が抜けてしまう可能性がありますので、あとね、時間の方は限られておりますので、そういったところから行きますと、今は落ちたところでロングでもよろしいかと思いますが、まあ時間が経つにつれましてね、なかなかロングが取りにくくなる相場、こういったものもね、出てくると思いますので、ぜひね、今のうちにチャンスがあればロング。ただ、上値のところでは勝負をしないというところを決定、徹底的に考えていただけばと思いますので、よろしくお願いいたします。 はい、えー。以上でね、メキシコペソ園の解説を終わりまして、続いて南アフリカランド園の解説に入っていきましょう。はいえー、ランド園に関しましては、すでにね、大きく下がっていたところがありますので、今週1週間は7.4円付近をうろうろしながら、まあ最終的にはペソと同じようにね、週末のところでは一旦はね、反発して上がった状況で終わったというところでございます。 これを冷やしチャートで見ていただきますと、もう今週1週間はね、ほぼ動いていない7.4円のサポートを確かめているという状況でございました。えー、ここもとのね、南アフリカランド円のレンジ相場に関しましては、こちら7.2円を割り込んだところが8月にありまして、その後ね、比較的大きめな反発が入って7.8円まで上がった。 まあ、ここがね、直近の安値高値となっておりまして、今後もね、このサポートラインとレジスタンスラインというのは意識されるかなというところでございます。そして、これもね、先週からお話をしておりますが、7.5円を割り込んだですね、7.4、7.3、7.2というところが0.1円刻みで、過去にもね、サポート、レジスタンスが入っておりました。ここはね、前を振り返っていただきますと、まず7.4円に関しては、これは、え、ー 今年の3月ぐらいですね、レジスタンスラインが明確に入っておりますし、まあ、直近でも、ね、サポートがあったということで7.4円。そして7.3円に関しては、ここも、ね、ダブルトップの上限であります。これがレジスタンスラインとなっておりましたので、過去のレジスタンスラインはサポートになりやすい。 そして7.2円に関しましても、えー、こちらね、サポートラインが入っているということで、えー、7.5円を、ね、割ったところの0.1円刻みでしっかりと過去にサポレージが入っていたというところがございます。 まあ、さすがにね、8円を超えたところではね、ロングを組んだ方もいらっしゃらないかなと思いますが、まあ、ここはね、ちょっとバブル気味だったかなというところがありますが、今、実際にね、ある程度調整が入って、7.4円付近。まあ、こういったところであれば、しっかりと7.4、7.3、7.2。ここで、ペソと同様にですね、あまりレバレッジをかけずに、しっかりと落ちたところで拾っていきながら、具体的には7.5円を超えたところですね、 さすがに7.8まで上がるかというと、ちょっとね、難しい状況。これはね、アメリカの方が金利がどんどん上がってきますので、新興国通貨の、えー、利払いの負担ですね。 ドル建ての債券を持っている借り入れがあるというところでございますので、そういったところを考えますと、7.8までは難しいかもしれませんが、7.5円を超えてきたタイミングですね。7.5から7.6が安牌だと思いますが、7.4、7.3、7.2で仕込んだところを7.5から7.6で売りさばく。このような考え方でよろしいかなと思いますので、 ここもね、高値圏7.5を超えたところで勝負をするのではなくて、全体の相場感が悪いところ、新興国通貨が下げているところで、しっかりと低レバレッジでロングを組みながら、7.5円以上でキャピタルゲインとスワップ金利のインカムゲインですね。これを取っていくという形でよろしいかと思いますね。これもペソと同様に、時間の方はね、限られておりますので、来年になったらね、また違う風が吹くかもしれませんので、ぜひ今のうちにはね、 え、下がったところではロングをしながら、え、7.5円以上で、え、これは、決済をしていく。え、このような考え方でよろしいかと思いますね。参考にしていただければと思います。はい。え、以上でね、え、南アフリカランド円の解説を終わりまして、新興国通貨の最後はトルコリラ円で締めていきましょう。 トルコリラに関しましては、12.5円の攻防が先週は繰り広げられていたというところでございます。ちょっと値動きに関してはね、12.5円付近から12.6円ということで、あまり大きく動いていない。冷やしチャートをご覧いただきますとね、一気に13円超えから12.5まで下がってきたというボラティリティは、一旦は影を潜めているというところでございます。 そしてトルコリラのロングのタイミングに関しては、この赤枠で囲まれましたレンジですね。12.5から13.0。こういったところでは私はポジションを取ることを推奨はしてはおりません。トルコリラはね、ちょっと下がってしまった時には、オーバーシュートが起きやすい。あと、史上最安値、大円でのね、史上最安値が近づいているということで、あえてね、そこを逆に利用するというところがよろしいかと思います。 ペソとランドに関しましては、下がったところでロングということでございますが、トルコリラ、今低い位置でございますが、ここでのロングは推奨はしておりません。少し期間を広げて、週足チャートを見ていただきますと、こちらの史上最安値というのが、去年の11月に起きました、だいたい12.0ぐらいですね。ここが史上最安値でございますが、その上のサポートラインを見ていただきますと、12.5ですね。 えこのあたりでサポートが入っているケースがありまして、ここを明確に今回ね、割り込んでしまいますと、市場最安値、ね、アタックということで、大きくね、投機筋が打ってくるかもしれない。あとね、えー、今回、えー、利下げも発表されましたが、えー、エルドアン大統領の意向としては、1桁まで、えー、政策金利を下げたいというところがありますのでね、まあ、そういったところで、えー、流出してしまうリスクが、えー、トルコ国内から、えー、外貨が、ねえー、流出してしまうというリスクがありますんで、まあ、そういったところを考えます。 考えますと一度12.0を割り込むような動きが出てくるとも限らないというところでございます。 ということで、今の中途半端な位置でロングを取るんではなくて、この12.0を割り込む場面は大きなオーバーシュートが起きると考えています。まあ今までね、かなり大きく下げた部分もあったと思いますけど、12.0、史上最安値を破ってきたのがね、続いておりますが、ここを破った時にも大きくね、それこそ1、2円ぐらいね、1日でスポンと落ちるケースがありますんで、そこまでしっかりとロングは引き付けたいなと考えております。 よってですね、この12.5から13円という中途半端な位置ではなくて、12.0を割り込んで、オーバーシュート気味に一気にスコーンと下に落ちたところですね。そこで、ちょっとずつレバーをかけずに拾っていく。トルコリラはこのような考え方じゃないと、ちょっとね、やられてしまうと思いますんで、中途半端な位置でロングを取って、他のトレーダーとともに、オーバーシュートでやられてしまう。手放さざるを得ないというところではなくて、そのロンガーさんたちが、 手放すようなタイミング、12.0を割り込んだところから仕込んでいく。このような考え方がトルコリーダーには必要だと思いますんでね。結論、今のタイミングでは、ロングを取らずですね、冷やしチャート戻りますと、12.50割り込んで、12円を割り込んだところのオーバーシュートで、ロングを狙っていく。このような考え方でよろしいかと思いますんでね。皆さんの相場感もあろうかと思いますが、 まあこのまま上がってしまった場合は諦めて、下がったところのみ、オーバーシュートが起こったところのみで、今はロングを狙っていく。このような考え方でよろしいかと思いますので、よろしくお願いいたします。以上でね、こちら新興国通貨3ペア3通貨の解説を終わりまして、最後にね、ゴールド相場、金相場を見ていきたいと思います。 はいえー、ゴールド相場の方は、えー、アメリカのね、長期金利が上がってきたということで、えー今えー、先週1週間は、一旦はね、1750ドルを割り込むような動きがありましたが、 木曜日からね、ちょっとドルの方が、長期金利が下がったというところと、112円ぐらいから111円ぐらいまで落ちてきたという経緯がありまして、逆の相関をしますゴールドの方は上がってきまして、1750ドルを回復できたというところでございます。 えただね、中長期的にはやはりゴールドの方は私ロングは取れないと思っておりますんで、短期的にはね、ロングを組んでもいい場面もあるかと思いますが、やっぱりね、ショートを狙っていきたいパターンでございます。ちょっとね、話題は変わりますが、長い足のね、突き足をご覧いただければと思いますね。はい、ちょっとね、この水色のラインのあたりが見づらくなっておりますが、 こちら、ゴールドの長い時間軸、月足でございますが、えー、これはリーマンショック前からのゴールドを示しております。えー、リーマンショック後にですね、やはりアメリカの金融緩和とともに、ゴールドの方はね、非常に大きく上げてきました。まあ、2011年にピークをつけるというところでございますが、このピークをつけた2011年と、 えこの去年のね、ピークをつけました2020年の8月でございますが、このあたりのチャート、非常に似てると思いませんかね皆さんね。はい。私は、えっと、このようなチャートはえー結構再現性があると思っておりまして、過去ね、この金融緩和によって上がってきましたゴールドの相場ですね。ここにピークをつけております。 そして今回もね、コロナウイルスの感染拡大。まあその前からね、米中貿易摩擦でゴールドは上がっていたんですが、まあコロナのね、感染拡大で、かなり大規模な金融緩和が行われたということで、まあそのお金がゴールドに流れたというところがね、ここも見てお分かりかなというところでございます。その後、1年から1年半かけましてね、まあ移動平均線24、2年間のね、移動平均線となりますが、こちらのところで、うろうろする場面がありました。一回ね、大幅な 移動平均線からのサポートがあったというところでございますが、その後ね、やはりテーパリングと言いますか、金融緩和の縮小から利上げですね。その観測が流れてきたところから、この移動平均線を割り込むような大きな下落があったというところですね。ここがポイントでございます。そして今回もね、とうとう、 えー、まあそ、早期の金融緩和の縮小、いわゆるテーパリングと言われるものですね。ここで移動平均線ぐらいまで下がってきましたので、私的にはね、まあ、ここは移動平均線を割り込んで、一旦は下方向に行くんじゃないか。前回と同じようなパターンですね。えー、金融緩和、リーマンショック、コロナで上げた金融緩和のもとにピークをつけまして、 その後、一旦はね、高値圏でリバウンドをするんですが、テーパリング、早期の金融緩和の縮小がえ囁かされ、囁かれたところで、この移動平均線を割り込む下落。その後ね、利上げも徐々に観測されていく。 まあ、こういったところは、ゴールドね、下がって、また、冬の時代があったような形でございますが、ここもね、一回下げて、まあ、そこまでね、大暴落ということではないと思いますが、また、このね、1000ドル前半ぐらいまで落ちていきながら、また何かのね、危機か何かの金融緩和のタイミングで上がってくる。まあ、この、ゴールドは、繰り返しかなと考えておりますんでね。まあ、そういったところから行きますと、中長期で今からロングは組むことはいけない。まあ、ただね、短期的な話とはまた別でございますんで、ちょっとね、この移動平均線を 割り込むかどうかというところはね、一つ注目をいただければと思いますが、基本的には中長期ではロングは取れないというところがね、少しご理解いただいたいかなというところでございます。はい、ちょっとね、デイトレからは話題はそれてしまいましたが、1時間足にチャートを戻していきましょう。よってですねこの辺りは少し 広げてみますと、1800ドル、ここのところはね、もうちょっと超えるのは難しいかなと考えておりまして、何かね、一時的にアメリカドルが弱くなるときには、反発するところはね、ところどころ出てくるとは思いますが、大きくね、また1800ドルを上回ることは、ちょっと難しいんじゃないかなと考えております。まあ、相場は絶対はございませんのでね、上がった時には、特にロングもショートも取らなければいいというところでございますが。 ということで、今後に関しましては、1時間足見ていただきますと、この1750ドルですね。ここでのサポートが結構厚く入るようになってきました。そして上方向ではね、この1775ですね。 ここのところで、出来高が結構できておりますんで、まあ、基本路線としましては、上は1775、下は1750というところ、週の前半はうろうろしまして、そしてアメリカの雇用統計が今週のね末にありますので、どう動くかというところでございます。 具体的にはね、狙っていくんであれば、この1750ドルですね、まあサポート入ると思うんですけど、割り込んだところでえ入っていくんではなくて、割り込んでレジスタンスを食らってしまった場合、こういったところがね、ショートの狙い目かなと思いますんで、ちょっとこのあたりのレンジ相場はどのようにごにゃごにゃ動くかわかりませんが、 一旦ね、1750ドルでサポートがあってもロングを取ることなくね、割り込んだ瞬間ではなくて、その下側でレジスタンスを受けたところでショートを狙っていく。まあこれがね、えっ、ー、と、まあ安全策かなと思いますので、ちょっとね、この1750ドルのサポートが厚いからといってロングを取るのはやめておいた方がいいかなと。そして上方向に上がった場合は、この辺りね、1775。まあ多少ね、出るところもあるかもしれませんが、まあこの付近でね、ざっくりと レジスタンスが起きるようなところがあれば、はい、えー、要線から陰線に平均足が切り替わるようなところがあれば、ここはね、ショートを狙ってもいいかな。そして、ショートを取ってはいけないパターンに関しては、1775を上抜けてからのサポートですね。はい、こういった場合は、えー、ちょっとね、なかなか、 ショートが取れないかなと。むしろ1800ドルを目指してしまうかもしれない。まあ可能性は低いと見ておりますがというところでございますね。まあ基本的には1750から1775のレンジ。まあこのところでね、えー、まあうろうろしつつ、下方向でサポートが入ってもロングは取らず、ショートの場面というところは一旦1750を割り込んだところを狙っていくか、割り込んでからレジスタンスを受けたところで狙っていくか、もしくは1775ドル付近での レジスタンスですね。こういったところが起こったところでは、ショートを上方向でも逆張りで取れるかなと。そして、ショートをやってはいけないパターンに関しては、1775の上側でのサポートを受けたところですね。こういったところでは、ちょっとね、可能性は低いですが、ショートは取れないかなと考えておりますねこれも皆さんの相場感と合わせて、ゴールド相場と向き合っていただければ。そして、中長期的なポジションに関しては、ロングはあまり推奨しないというところでございますでね、参考にしていただければと思います。 以上でね、新興国通貨3ペア3通貨とゴールド相場金相場の解説を以上といたします。えー、今回もね、最後までご視聴いただきましてありがとうございました。バイバイ。